ンポン。いや、いつもまともじゃないですか。まったく、いつも私たちがふざけてるみたいな言いがかりはやめてほしいですよね。お、あかりちゃん早いですね。さすがは優等生。おい、ねえねえ聞いてくださいよ。今回の動画のテーマ、まともなことをしたい、ですよ。おい、その言い方だとまともな活動をしてないみたいですよね。いつもあんなに真面目に活動をやってるのずっこめ。ああ、地震、地震だ。あかりちゃん地震ですよ。危ないです。であかりちゃんだけ気づくの遅いんだよ。え、そのサイズどうしたんですか。成長期、成長著しすぎんだろ。ちげえよ。ではどうして。いや、そのそこの黒板あるやん。はあ、そこに押してはいけないスイッチあるやろ。あれ、ほんとですね。それ押したらでっかくなったんや。あ、パンツ丸見え。にゃあ、やめろや、覗くな。迫力がやべえ。つまり整理すると、物質の黒板に見慣れないスイッチがあって、絶対押すなって書いてあったけど、好奇心でポチったら大きくなってしまったと。まあその通りや。ふむ、バカじゃねえね。うわあ、言い返せなくてマジで腹立つ。まあとりあえず先生も押してみよう。うおーい、あれ、何も起きない。顔だけ。うわあ、洗顔調しづらい。そこどうしましょう。あかりちゃん、ふむ、もう一回押したら二人とも戻ったりせんかな。ああ、逆にね。せや、じゃあ行きます。あかん、暴れると物質が壊れる。今日のテーマ、まともなことかしたいは達成できましたかね。次、頑張ります。